ちなみに君たちは他学部の授業を受けてみたくない？え、そんなことできるんですか？私経営学部なんだけど法学部の授業にも興味があって。それならいいのがあるよ。京都産業大学にはフレキシブルカリキュラムっていうのがあって、違う学部の授業も受けることができるんだよ。そうなんですか？知らなかった。ねえ。京都産業大学では多くの学生が他学部の専門科目をフレキシブルに学んでいます。その中には問題解決のスペシャリストを目指す学部融合プログラムと、資格取得スキルアップを目指すテーマプログラムがあります。司法通訳人や外国語を話せる警察官を目指す人のための司法外国語プログラム、社会保険労務士や労働基準監督官を目指す人のための人事労務プログラム、税理士や公認会計士を目指す人のための会計税務プログラムなど、京都産業大学ならではの融合教育。皆さんもぜひ学部を超え学びの幅を広げてください。2人も履修登録完成。できた。ピアサポーターがいてくれてよかったね。教学センターでもいろいろ教えてもらったし。本当ね。